イタリア級戦艦はイタリア海軍の早々期の戦艦である。本級はイタリア海軍が自国の沿岸防備を主任務として建造した。全級カイオデュイリオ級の竣工前の1875年に本級の建造が承認されている。本級のコンセプトは不評一個士団を乗せて敵国の進行する海岸に迅速に急行できる速力と海上から 砲撃支援のできる火力であり、造船艦、ベネデット・ブリンの設計でまとめられた。仮想的国フランス海軍の戦力増強が続く中、自国の長大な海岸線からの上陸進行に備えることが建造の主目的であった。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の船体形状は前級とは大きく異なり、還元の高い全通艦ン型となった。 陸軍の不評1個子団を上艦させ輸送するため、艦内容石の大きい船体形状が採用された。船体中央部に主砲バーベットを配置し、この上に4 3 1トル5双方4本が配置された。主砲バーベットは、右舷側が前より、左舷側が後ろ寄りに配置されたアムエシュロン型の配置としている。本級の煙突は、中央部に、 主砲塔2機を配置したことにより、半分ずつ、前後2箇所に分散配置された。これにより、操打環境は倍煙を避けるために、煙突の中段に配置された、空中間パンサイ前方に配置された。煙突の本数は、イタリアは6本、レパンとは4本で異なっていたが、イタリアは1905年に、主ボイラーを乾燥したために、煙突の本数は6本から4本に減少して2隻とも、 同じ四本煙突となった。本級のシュマストは、頂上部に一段の見張り書を持つ、短脚式のマストで、主砲塔を二機に挟まれるように、船体中央部に一本が配置された。イタリアは前日のボイラー乾燥に伴い、シュマストを撤去し、全部二本煙突の前方と、後部二本煙突の後方にミリタリーマストを一本ずつ、計二本を配置した。本級の副砲は、 手砲の爆風を避けるために、炭素砲8機のうち2機を監首と艦備に棒立てのついた炭素砲がで1機ずつ配置し、残り6機は全部3本煙突の原則ケースメート配置で、片元3機ずつ、計6機を配置していた。耐水来艇砲の配置は、複砲の後部に炭素砲がで、片元2機ずつ、計4機を配置した。本級の43.1センチメートル手砲。 本級の手法は当時、イタリアが入手できる最新にして、最大の火力が求められ、アームスロング社製、モデル 431C43.1 センチメートル個装填式砲を採用した。この砲は1門あたりの重量が103トンに達する砲である。前級の手法が、方向から装薬と砲弾を装填する前装砲であったのに対し、本級では砲の後部を開けて、 砲弾を装填する、護送砲となった。この砲を炉砲刀方式で搭載した。炉砲刀とは、後の砲塔形式とは異なり下方の基部の実を、装甲で覆う形式を指す形式である。砲弾と装薬の装填機構は、砲芽の後部にあり、装填する際は、最大行角をかけて、汚染部から装填する。このため、発射速度は5分間に1発程度であった。 主砲の後継は、イタリアは、モデル 431C43.1cm、単装砲3機とモデル431バイト 43.1cm、単装砲1機を混載していた。これは、当時のアームストロング社が 43.1cm という、巨砲を量産することが難しく、製造中により長い方針のものが開発されたためで、ある。このため、 二番艦の、レパントはすべてモデル431バイト43.1センチメートル単装砲に統一された。バーベット上には、左右各一基ずつの旋回板が設けられ、各旋回板上に、単装砲に基ずつが設置された。副砲は、イタリアは14.9センチメートル速射砲を、単装砲がで発揮、レパントは15.2センチメートル速射砲を、 単装砲がで8機を搭載していた。耐水雷艇砲は、イタリアは 12cm 速射砲を採用し、レパントにはより方針の長い 12cm 速射砲を採用した。他に、水雷兵装として 35.6cm 単装魚雷発射管を4機装備した。期間改装後のレパント、ボイラー改造の結果、6本から4本へと煙突数が減った。 カステラマーレ造船所で1876年7月寄港、1880年9月29日浸水、1885年10月16日竣工、1905年に近代化改装、1909年にラスペチアで水雷学校付属練習館に類別、1914年に除籍、1915年に東保助館に類別し、ブリンディ氏で、 砲大任務に就く。1917年に穀物運送船に改造。1921年に除籍解体処分。オルランド造船所で1876年10月寄八1883年3月17日浸水。1885年8月16日竣工。1902年に砲術練習館に留別。1908年の演習で国王の お召し官となる。1910年にラスペチアで倉庫官に類別、1913年にデルナコにて警備官となり、1914年1月15日に除籍後、1915年に解体処分。ありがとうございます。